バーチャルブッダです。白黒弾丸論破2コラボ、すべてのキャラが出るまでガチャを回します。動画にせんと、確定申告で経費にできへんからな。まずは半額石10連ガチャです。2次3個、うち2個は最高レアの星7です。幸先がいいですね。希望が峰学園は前回のコラボで手に入れてました。シャトーディフは、すでに完突済みですね。2のメインヒロインにして超高校級の、ゲーマー、七道秋ちゃんです。かわいいです。七道秋です。超高校級のゲーマーです。趣味はゲームです。オールジャンルでいけまーす。この子も2のコラボキャラですね。レアリティは上から3番目の星5です。私は積み木みかんと申します。本当に心から何とぞよろしくお願いします。はい、残り7名中5名です。さあ、絶望と希望の優勝ガチャいきますよ。外れです。積み木さんが2人目でした。30連目いきます。星6が1個か。私の名前はペコ山ペコという。詳しいことは言えないが、何としても元の世界に帰らなければならないんだ。すまないが、力を貸してもらえると助かる。あと4人です。マジで神よ、寝ているのですか。起きとるで。小泉真昼さんも来てくれました。天才だか超高校級だか知らないけど、クラスメイトは変な奴らばっかり。マナーくらいは守りなさいよね。ま、いろいろ迷惑かけると思うけど、これからよろしくね。残り3人、現在40連で8500円です。50連目いきます。ソニア王女も来てくれました。ノボセリック王国の王女です。この肩書きはお気になさらず、対等の友人として接していただけると嬉しいです。苦しゅうない、表を上げい。残りは2人でしたが、ステップガチャを4回回すとミオダイブキさんも加入してくれます。なので、あとは学園だけですね。ミオダイブキのミオに、ミオダイブキのダーに、ミオダイブキのイーに、ミオダイブキの武器で、ミオダイブキです。はい、自己紹介終わり。次はトモちゃんの番すよ。60連目いきます。ステップの5回目なので、学園か千秋のどっちかは確定です。これで学園が来たら終わりですね。残念、千秋ちゃん2人目です。通常ガチャで学園が来てくれる確率は
星7が 2%、ピックアップが当たる確率がおそらく 50%、星7が2人いるので 50% なので 0.5% かと思われます。ペコさん2人目、前作のヒロインのキリギリさんも来ましたが、すでに持ってます。外れ。マヒルさんが4人目ですが、特に意味はありません。これが10連ガチャ10回目です。ペコさんが3人目、4ステップ目なので、いぶきさんも2人目。さて、11回目、星7確定ガチャです。みおださんも普通に来てくれました。やった。希望が峰学園。私が背負うこの名の通り、才長けた者たちは等しく希望へと導いて差し上げましょう。ま、希望の先に何が待っているかまでは約束できませんけどね。これにて白プロ弾丸論破2ガチャ全員揃いました。かかった費用は約3万円でした。揃うまでの金額は、去年と一緒ですけど、去年のワンとのコラボの方が、引きがずっと良かったですね。ログインボーナスの終わりあかねさんです。俺は終わりあかねってんだ。おめえは…なんて名前だったっけ？わーり、ただでさえ人の名前を覚えるのが苦手なのに、やけに登場人物多いからさ。とりあえず、これからよろしく頼むぜ。最後にマップをクリアした時に手に入るサイオンジヒヨコさんです。仲間と喜び合う。ふーん、トノギって言うんだ。毒にも薬にもならないヤサ男って感じ。なんかいじりがいがありそうだし、私の遊び相手になってもらおっと。以上、弾丸論破2の9人のキャラクターでした。みんな強そうなので、いろいろ使い方を考察していきたいですね。キリギリさん、江ノ島さん、普通の希望が峰学園はこのゲームの最難関マップでも活躍できる性能でしたが、千秋ちゃん波動でしょうかね。なんか、他のみんなは絶望によって、特別なバフを受けるんですけども、使いこなすにはテクニックが必要になりそうです。絶望、希望が峰学園、あまりにもトリッキーな性能を持った盾もどき、半剣コラボキャラとしては初めて、手動で巨大化できます。変な性能ですが、確実に唯一無二の性能なので、いろいろ試してみたいですね。以上です。これはね、ぜひとも来年は、弾丸論破 V3 とコラボして、欲しいですね。赤松さん使いたいです。声優さんは、新しいボイスを、取る場合は江ノ島純子役の豊口、めぐみさんにやって欲しいですね。赤松さんの演技も弾丸論破の舞台の演技もすごかっただけに残念です。ゲームが好きだよ。たまに息するの。動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。この動画はすべてのバーチャル YouTuber の守護物バーチャルブッダの提供でお送りしました。いいねボタンを押しておくと、あれ、この動画前にも見たなってことがなくなって便利ですよ。せやな。